70年代から80年代、世界中を席巻した人気ポップグループのアバ。しかし、82年、突如活動を休止し、音楽界から姿を消してしまった4人。一体、何があったのでしょう。調べてみることにしました。アバといえば、真っ先に思い出すのが、世界中で爆発的大ヒットした曲のダンシングクイーン。爽快なサビを持つこの歌は、当時のディスコで聴かない日はなかったほど。ちなみに、アバという変わったグループ名の由来は、男性2人と女性2人のメンバー、アグネッタ、ビオルン、ベニー、フリーダの4人の本名の頭文字から、アバと名付けられたそうです。男性のビオルンとベニーが曲を作り、アグネッタとフリーダが歌うスタイルで、さらにはアグネッタとビオルン、フリーダとベニーが結婚していた、2組のファミリーバンドでした。4人が出会ったきっかけは、ユーロビジョンソングコンテストという、欧州では1956年から続く、歴史ある祭典の予選で、母国スウェーデン代表を目指す、ライバル同士のベニーとビオルン、フリーダが出会うことになり、そこにアグネッタが加わって結成され、1973年にグループ名をアバに変更。同年、ようやくスウェーデン代表となり、1974年グランプリに輝いた大ヒット曲のウォータールーによって世界に羽ばたいていくことになった。アバ、一般的には彗星のごとく現れて成功したと思われがちですが、実はそのメンバーのキャリアはもともと母国ではすでにトップスターで、スウェーデンのビートルズとも呼ばれたバンド、ヒップスターズの中心として活躍し、最終的に事務所ごと破産した。ベニー、高校時代に結成したグループ、フーテナニーシンガーズで、一世を風靡したビオルン。17歳で国民的アイドルスターとなり、その後、ドイツ進出が大失敗に終わり、婚約者のプロデューサーとも破局。帰国後、マスコミの猛バッシングにさらされた。アグネッタ、17歳にして結婚し、その家族を捨ててまで、飛び込んだ芸能界で誰よりも、その厳しさが身に染みていた。フリーダ、すでにそれぞれベテランだったわけです。1975年から1981年にかけて、唯一全米1位を獲得した名曲、ダンシングクイーンほか、SOS、マンマミーア、ザッツミー、チキチータ、ギミーギミーギミー、マネーマネーマネー、ブーレブー、スーパートゥルーパーなど、数えきれないほどのヒット曲を連発します。誰しも、この中の一曲くらいは、耳にしたことがあるのでは？しかし、人気絶頂のまま、グループは、1983年、突如、事実上の解散をしています。一体、何が原因だったのでしょうか？結成時からクリーンなイメージだったアバですが、急激な人気の上昇が2組の夫婦にある変化をもたらすことに、一体どうなったのでしょう。特に講師のけじめをきっちりとつけるアグネッタにとって、アバは単なるレコーディングアーティストで、頻繁な海外へのツアーに関しては幼い娘と息子を置いたまま世界中を飛び回らねばならなかったことが苦痛でしかなかったと言います。当時のアグネッタは、私の時間の 99% はキャリアに、そして残りの 1% はパーティーに費やされていると嘆くほど消耗していたそうです。一方、ピオルンを含む他の3人はプロモーションにも積極的でしたから、折り合いに苦労したとも言います。母であるアグネッタの気持ちは、夫のビオルンにとっては、重荷になったのかもしれませんね。最終的には、アルバムスーパートゥルーパーレコーディング中の、1979年の夏にアグネッタとビオルン、1981年にはフリーダとベニーが、それぞれ離婚してしまう結果に、普通であれば、
夫婦関係が終わると同時に、グループも解散になるものですが、4人はそれぞれの離婚を乗り越えて、プロとして活動し続け、その後に発表されたスーパートゥルーパーは、見事、全英シングルチャート1位を獲得したのです。4枚目アルバム、アライバルから、最後のアルバム、ザ・ビジターズまで、5枚連続で、全英チャート1位となり、これまでに数億万枚を売り、まさに伝説となった、アバ。しかし、意外なことに、イギリスやアメリカの音楽関係者からは、当初は歓迎されなかったのだとか、なぜなんでしょうか。ど田舎のスウェーデン出身の4人が、世界中で大ブームを巻き起こし、挙句の果てには英国の代名詞だった、ビートルズを超えた、とまで言われたことが、音楽先進国である英国音楽関係者の自尊心を傷つけたからだとか、アメリカも同じようなもので、音楽もアメリカ産が一番で、世界のスタンダードだった彼らにとって、世界各国でトップに君臨するアバは、目の上のたんこぶだったからだそうです。ですから、アバの情報の露出は、必要最小限だったと言います。そんなアバの4人の現在とは、アグネッタは現在71歳。解散後はソロシンガーとして活躍。医師と再婚しましたが離婚しています。直近では2014年に63歳でアルバム、エースをリリースしています。そして農場で動物たちと暮らして、3人の孫たちと会うことを楽しみに、つつましく普通に暮らしているそうです。ベニーは現在74歳。解散後、ミュージカル、チェスを、ビョルンと共同作曲して大成功。3年のロングランとなっています。1999年、ミュージカル、マンマミア。では、アバの楽曲を集めて上演許可を出し、公演の監修、キャスティングにも協力。また、映画版ではカメオ出演で活躍。現在も、新しいミュージカルに取り組んでいます。フリーダは現在75歳。1982年リリースのサムシングズ・ゴーイン・オンは、3枚目のソロアルバムとして、フィル・コリンズの協力のもと、初の全曲、英語でのレコーディング、200万枚近くものセールスを記録。実は、解散後、3度目の結婚をしていて、そのお相手のルッツ・ロイスがすごい方で、由緒あるドイツ貴族のロイス家の一員で、公子の称号を持っていたため、フリーダも公子妃の称号を持つことに。しかし、1998年に最初の夫との間の娘を自動車事故で失い、翌年には夫を病気で亡くしています。ビョルンは現在76歳。離婚後1週間にして、再婚相手と出会っています。結婚後は2人の娘に恵まれ、解散後のベニーと共に、ミュージカルの作曲に携わり、大成功を収める傍ら、著作権協会、国際連合の現会長で、起業家としてもホテルやエンタメ機関、ショー、不動産や企業に投資をして、2019年には約163億円もの資産家になっていました。残念ながらコロナの影響で、ベニーと共作のミュージカル、長靴下のピッピは延期となっています。一時期はアルコール依存症に陥りましたが、治療が成功し、現在では、妻と共に自分の所有する島で、動物たちと過ごしているそうです。ビョルンの話によると、4人はプライベートで集まることがあるのだとか、では、再結成はないのでしょうか。驚くことに、2019年に予定されていたのです。35年ぶりに4人での新曲2曲を完成させたのだとか、英米共作の番組で公開予定でしたが、コロナの影響で延期となったそうです。しかし、残念なのは、4人が出演するのではなく、彼らのデジタルアバターによるものだとか、デジタルアバが織りなす奇跡を、早く見てみたいものです。